はい、皆さんこんにちは。宮家さんこんにちは。こんにちは。少し間が空いてしまいましたけれども、その間に宮家さんのアトリエをお訪ねするという番外編を3回、こちらの方で流しまして、クロッキーどうなってるのとお問い合わせも少しいただきまして、今日は、久しぶりに、前回が2月でしたので、ちょっと空いて、2ヶ月ちょっと空いてしまいましたけれども、皆さん毎日クロッキー続けてますか？本日は自宅で毎日3分クロッキー、その10をお送りしたいと思います。宮家さん、なんと、ちょうどこの動画を始めてから、ほぼ今日で丸1年過ぎてしまったことになります。順当にいけば皆さん365枚以上のクロッキーが元にあるのかと思いますけれども、まさか1年前は1年後もこんな感じになっているとは本当予想もしてなかった感じなんですけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日はまた、皆さんが続けている中で、ちょっと初心に立ち返るところもあり、また続けていく中で皆さんいろいろ迷いもあるかと思いますので、そういった続け方のコツや、さらに深めていく方法について宮家さんにお伺いしたいと思います。では宮家さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。三宅です。ご無沙汰しております。今東さんに言ってもらいましたように、ちょうどこのクロッキー講座が開始してから1年になりました。早いものですね。世の中の状況はあんまり芳しくはありませんけれども、その分ね、その日々を大事にするっていうことが大事、分かってきたように思います。そしてそれがね、このクロッキーということを通じて、いろいろ日々を楽しくできたらいいなと、それをやることで、そのお手伝いをね、できればいいかなと思います。4月ということで、1年間続けてるぞっていう方もいらっしゃると思うし、また新たな季節でね、これから始めようって方もいらっしゃるかもしれません。そして前回までね、私のアトリエの方に東さんが来てくださって、クロッキーじゃないアトリエ訪問というものをやりましたけれども、それを見てくださった方が新たにこのクロッキー講座の方を見始めてくれてるかもしれません。そういう新しい方もいらっしゃるかもしれませんので、いろんな方に対して のクロッキー のアドバイスをしていきたいと思います。それで1年経ったんですけれども、皆さん続けるってことをとても大変だと感じていると思います。そして実際その1年続けている方はかなり少ないと思いますが、もしくは途中で断念しちゃった方もいらっしゃるかもしれません。そういうような方にも、これからどのようにしてクロッキーを続けていくかっていうアドバイス、その継続法をお教えしたいと思います。まずは、これからね始めようっていう方、去年の第1回目の時に申し上げましたように、クロッキー帳と、無地の何にも書いてないノートと鉛筆かボールペンなどペンとノートがあれば大丈夫だよってことは変わりません。そして3分でもいいから始めようっていうのはそれも変わりません。それを続けるってことはとっても大事なことなのね。その続けた中でいろんなことが見えてきます。実際に続けてらっしゃる方はこの前に続けてることでものすごい効果があるってことを実感されたと思います。これはね、やった人にしかわからないんですよ。やった人にはとっても新たな世界が見えてきてると思います。ではこれを続けるためにどうしたらいいかっていうコツ、まずね一番大事なコツというか、重要なのが、時間がないと口にしないこと。これが大事かな。大体ね、続けられない人はね、まず第一声が時間がないからっていうんですよね。もう時間ないんですよ、この忙しい忙しい現代ね。本当に時間がない世の中です。でもともと時間ないんで、それをね、時間がないからっていうことはね、やめると見え方が変わりますね。そもそもね、暇だから美術やるっていう
ものではないですよね。あのお腹が空いたからご飯食べる、何かを食べるっていうのとはまた違ってね、まあ、衣食住っていうのはどうしても毎日必要なものですけれども、美術っていうのはあの衣食住ではない、もので、やんなくても死にはしないんですよね。ですけれども、なぜ美術っていうものがあるかっていうと、そのようなものを超えて自らの意思で作り上げること、まあ、それが文化なんですけれども、それは精神的にとっても大事なことです、まあ、それをね求めるのが美術であって、その一番簡単なのがクロッキーだと思うので、時間がないっていうんではなくて、時間をどう使うか。そしてね、美術のいいところは時間は増えないけれど、むしろ使ってしまうけど有意義にできるんですよ。あの時間の質を高めることができる、普段の自分の私たちの生活を豊かにできる、それがね一番大事なことですよね。だから時間がないじゃなくてね、例えば恋人とデートするときとかっていうのは、忙しくても時間を無理にでも作るじゃないですか。そういう感じで愛しい人に会いたい、そのために何としてもやりくりして時間を作るっていうようなことと似てるんじゃないかな。まあ美術も愛すべきものですしね。だからそのように考えてもらえれば、なんとかね1日3分でも作ると、またそれが続くとね、本当に生活の質が高まりますので、ぜひそれを考えてやられるといいかなと思います。そしてね、そういう愛する人っていうものと同じように、何を書くかっていうものを、まず第1回の時ね、1年前の第1回の時に、そういう対象としては自分の愛するものがいいですよっていうふうに私申しました、まあそれが自分の犬や猫とかいうペットであったり、家族であったり、大切なものであったり、そのように自分がとても大切だと思っている対象がいいと思います。そうするとその大切なものをよく見るために、それと接するために時間を作るようになります。そうすると毎日気になってしょうがないんですよね。そうなってくると閉めたもので、毎日気になるってことは愛情ですよね。だから美術に対する愛情っていうものを持つと、自然にね毎日暇だから書くじゃなくて、書きたくなるんですよね。書きたくてしょうがない、もうこんなに忙しいけれども何としても書きたくなるっていう感じになる、それがねクロッキーのいいところかなと思います。ですから、まあ時間っていうのは作って質を高めるものだと思ってください。でその対象ですけれども、自然物を私はおすすめします。やっぱりね、大事なものでも、人形やら、なんか自分のなんかプレゼントされたものやら、大事なものっていうのもあると思うんですけれども、自然物というのは、そこから相手からいろいろ学ぶものとか、発見があるんですね。そういう発見を捉える、ここにメモするっていうことが大事。ということで、対象物は自然物の方がいいかなと。それがおもちゃだったり、玩具でもいいんですが、そこから自分が何かを見つけた、あ、ここはこんなになってんだ、面白いなっていうことをここにメモしてもらうと、それが発見が重なってどんどん楽しくなってきます。そのうちにいろんな深いものが見えてくる。その対象として人間が作った人工物よりも自然物の方がやっぱりね、いろんな発見がありますね。まあそれがねお花だったりするとね、より楽しいですし、今ちょうど私のうちの庭もツツジが満開で、もう春は忙しいです。もう花が次々と咲き誇ってね、この前まで椿だったのが、椿が咲いて花桃が咲いてボケが咲いて、今もそれはもう全部花は散ってしまったが、どんどん次にはツツジが、その次に多分もうそろそろアジサイがというように、どんどん花がね季節を追って走ってきますよね。そういうものを捉えてるだけでも、あっという間に時間が過ぎて、日々が毎日が楽しくなります。そのような意味で、まあ、クロッキーというのはとっても有効ですので、新たに始める方はぜひそのような感じで身の回りの自然をねよく見る、そしてそれに感動する、それをするといいんじゃないかな、そして楽しくなるんじゃないかな。そう思って始めたけど三日坊主で終わっちゃったんですけどっていう人もいるかもしれないんですよね。
でもね、三日坊主ってなんか悪い意味に捉えられてるじゃないですか。でも三日坊主って私すごいことだと思って、三日続いたんですよ。三日続けるってことはとてもすごいことなんですよ。その自分を褒めてあげたい。三日続いたんだったら、また一回中断してもすぐ始められると思います。一回でもやったことのある人、三日でもやったことある人っていうのはすぐ続けられます。一番難しいのはその最初に第一歩踏み出すのが難しい。だ先ほども言ったように、まあ、愛するものを自分の質を高めるために毎日めでる、それが大事かなと。その最初の一歩が踏み出せればもう締めたもんですよ。そして3日続いてもまたちょっと休んでもまたすぐスイッチが入ればいい。そのようにしていくとどんどんクロッキーを通じて美術っていうものがねとっても楽しくなると思います。もうそんなものは分かったよっていう人もいるかもしれない。もう私はもう365日やってるんだからと、俺はもっとやりたいんで、もっと深いことを教えてくれっていう人もいるかもしれないので、今回は上級者向けというか、そのように、もっと教えてくれよ、もっとどうしたらいいかっていうことを求めている人のための方法もお教えしたいと思います。まあ、これが後半ですね。まあ、そのようにもっとやりたいって人にどのように伝えるかっていうことですけれども、まあ、私自身が実践していることなんですけれども、それをお教えしたいなと思います。で まずね、先月私が描いた絵からちょっとお見せしたいと思います。こっちからいきましょう。あら、ちょっとお待ちください。今画面は出てますか？はい、出てますけど、3つ目、あ、4つ目、あ、ちょっとはたはたの1枚目ですかね。はい、今1枚目です。今クロッキー出てますか？はい、はい、ですね、魚を描いたものでちょっと、ご説明したいと思います。まあ、スーパーでハタハタの一夜干しが売られてたんですけれども、まずこれをいつものようにクロッキーしたところ、まあ、ハタハタ面白いなと。そして、シシャモより一回り大きいんですよね、この魚ね。魚。そして頭もでっかくて顎が出てて、あ、これ面白いなと思って、これをクロッキーだけじゃなくてもうちょっとしっかり描こうと思って、今度はスケッチブックに鉛筆デッサンを しようと。で、今回皆さんにお伝えしたいのが、まあ、上級者向けで一度徹底的に描いてみるっていうことを皆さんにお勧めしたいと思います。一度しっかり描いてみるっていうことはいつもねちらっとしか描いてないとどこまで描いていいか分かんない問題が出てくるんですけれども、クロッキーとデッサンの違い境というのはなくてですね、時間をかけてしっかり描いていくとそれはデッサンと発展していって作品にまでつながってくるものなんですけれども、しっかりと一回描いてみるということもいいかと思う。そして私もじゃあこのハタハタをじゃあちょっとちゃんと描いてみようかと。その場合にしっかり描くとなると、やはりボールペンよりも鉛筆とかの方が深く描けますのでおすすめしますね。ボールペンでもしっかり描けますけれども、ボールペンはさっとクロッキーするのにとても向いているが、時間をかけた精密描写になってくると鉛筆が向いているので鉛筆を使ってみました。まあ、これが私の描き始めで、だいたいいつもこんなちょうど3匹いるので、上から 1,2,3 ってだいたいどんな感じで進んでるかっていうのがこの1枚でわかるんじゃないかなと思います。私はだいたい輪郭線から描かないので、全体感を捉えてから少しずつ発見したこと、興味のあるところを描写していくという段階ですね。これをどんどん描いていくとこうなりました。鉛筆はね、かなり細かくしっかり描きます。ただね、この時ちょっと私失敗しまして、HK の鉛筆を多用して、まあ、これは 2B と H と 2H、その辺を使ったんですけど、HK のをちょっと使いすぎて画面がね、
潰れてしまったので鉛筆がもうの粉が乗らない状態になっちゃったんですよ、書きすぎて。でももっととっことんもっと書いてやると、もっと書きたい、じゃあどうしたらいいかってことで、次はね絵の具を使いました。絵の具で鉛筆単彩というんですけれども、まあアクリル絵の具なんですが、絵の具をさらに使ってもうとことんまで書く。よく鉛筆単彩っていうと鉛筆で下書きして色を塗るっていうようなものだというふうに皆さん思ってるかもしれないんですけれども、塗り絵になることだけは避けていただきたい。私がこの鉛筆着彩として絵の具使うときは、鉛筆でどうしても表現できないことを表現するために絵の具を使う。だから絵の具が必要不可欠なんですよね。まあ、1個前に戻りますと、この状態からこの状態になるときに絵の具がどんだけ効力を発揮したかっていうのが分かると思います。これは完全に塗り絵ではなくてね、とことん突き詰めるために技法と画材を工夫したということですね。まあ、この辺まで書くとだんだんもう私も疲れて、まあ、3日ぐらいかかったんですが、毎日少しずつ書いております。これ最初買った時ハタハタの一夜干しだったんですけど、書くたんびに夜干してたので3日干しになっちゃったんですけれども、皆さんに お勧めしたいのが、毎日同じものを書くという、そしてとことんまで書く。ですからとことんまで書くって言っても1日をね長く書くっていうことではなくて、同じモチーフを同じ画面で毎日少しずつ書くということですね。1日10分でもそれを1週間続けたら、70分になりますよね。だから70分のデッサンになるわけですよ。ですからしっかり書くというのは、まあ、時間をね日にちで分けていくという、そういう方法です。ですから毎日違うモチーフを3分なり10分なりでやってた方は、それを同じモチーフに設定して1回やってみ、1週間一回やってみると、まあ、1週間で区切んなくてもいいんですけれども、もうこのモチーフもう書けないよっていうところまで書いてみると、いろんなことが分かると思います。書き切るとなんていうかな、こんなに書かなくていいじゃないかってところも分かるし、要点っていうかね、そういうのも分かってくるんですよ。ということで一度徹底的に書いてみるっていうことをチャレンジしてもいいかなと思います。まあ、これが書いている時の状況ですね。必ず実物を前にして書くということが大事ですね。そしてね、毎日書くっていうことはなんていうのかな、腐らないものがいいですね。まあ、これは1月だったか2月だったかな、真冬だったんで結構大丈夫なんですけれども、時間が経っても冷蔵庫にいなくても大丈夫なようなモチーフを選ぶことがポイントかなと思います。まあ、これは干物だったんでね、しばらく長持ちしましたし、まあ、この後は、まあ、晴れて書き終わったら、まあ、はたはたは鍋にしてしょっつる鍋になりましたけれども、まあ、その出来上がったら自分の絵を魚に料理していっぱいやるという楽しみも待っております。というように一枚をしっかり書く、徹底的に書くっていうことはとても大事かなと思いますので、ぜひ試してください。でもう一枚をお見せいたしましょう。あれ今大根映ってますか？映ってますけども、大根の下の方がちょっと切れてますね。あ、はい、全部入りました。全部入りましたか。大根の葉でまた説明いたしましょう。葉付きの大根が売ってたんですよ。葉付き大根で私好きでね、東屋さんもとっても大好きな葉付き大根ですけれども、葉っぱがあるとね嬉しくて買っちゃうんですよ。あ、嬉しくて買っちゃって、とりあえずクロッキーしたのがこれです。まあ、ほんと10分ぐらいで描いた、10分もかかってないのかな、パッと描いたものですけど、これが後で重要になるということが、まあ、よくわかります。まず葉っぱが大事だってことで全体を描こうと。でこれもしっかり描くのをやってみようかなと思ったので、今度はこれ8号の、
クロッキー帳ですね。あのステップアップ講座では皆さんに配布しました、8号のスケッチブックと同じものです。その8号の少し大きめな画用紙に、いやこれも鉛筆で書こうと思って、よしじゃあ今度は魚じゃなくて野菜をしっかり書こうと思って、大根を立てて、書き始めました。でここまで書いたところで、まあ、ちょうど、まあ、この日はですね、私午後から出かけなきゃいけない用事があったんで、ここまで書いて中断して、じゃあ続きは明日書こうと思ったんですね。そしたら次の日は葉がしおれてしまって、意外と早かったと、へたーっとしてしまって、これはしまったと。これはやはりね、こういうものは急いで書かないといけないんだなと。そういう時こそやっぱりこのクロッキーね、クロッキーでさっと書いておくってことはとっても大事なんだなと。そして長くじっくり書くには、そういうすぐしおれてしまうものはなかなか難しいということ、そのためにもクロッキーの訓練というのは必要だなと。そしてまあ書き始めたんだけれども、葉がしおれてきたと。でもこの葉の 根元というかね、根元の方はまだしっかりしてるから、じゃあこっからしっかり書くぞということで、葉の根元と大根の部分をこれからしっかり書くことになります。でこのような話をしてたら、多くの方はまあ、しおれちゃうから写真に撮っておけばいいじゃないかって思う方いるかもしれませんけれども、私は絶対写真撮りません。写真というのは情報なんですね。情報を伝えるというのはイラストレーションなんですよね。イラストレーションとデッサンというのは違うんです。紙に鉛筆で書くという点で共通することはあっても、これは伝えるためではなくて、自分の感動をとどめておくということが主眼になっているので、無理に生き生きしている状態の情報を写すっていうことは無意味なので、もうしおれたらしおれたでしょうがない。だからそれをね、写真という情報を引き写しても何にもならないので、それがイラストレーションだったり、あと図鑑であったり、そういうものであったら、事実を伝えるために細部まで必要なんで、そういう場合は写真見ても書いてもいいと思います。それは図鑑というのは細部の情報を正確に伝えることが目的。これはそれを伝えることが目標ではなくて、自分の感動をとどめるのが目標なので、それがデッサンというものなので、そういう場合は諦める。そして、まあ、今目の前のあるものをしっかり捉えるということが大事だと思います。だからもう葉っぱはしおれてもこれ以上描けないんだが、ここからじゃああともうちょっと大根をしっかり描こうと、ということでだんだんしっかり描いてきた。でもね、逆にここまで描いて葉っぱも描けてきて大根も描けてきたけど、葉の方は実際はねもうしおれてきてもう描かない。まあこのしおれたところを描くっていうのも一つの方法ではあるんですよね。その場その場をしっかり描くっていう方法もあるんですが、一番最初に八百屋さんで見た、あ、葉付きの大根だ、嬉しいっていう感情が動機だったので、しおれたのを書くのはちょっと私の最初の動機とね違ったので、書くことはやめました。じゃその代わりにどうしたかということで、この書き中くらいにしか書いてないところを作品化することで全体をまとめようと考えた。そして着色したんですね。これが着色した大根で、そうするとこのことで葉が未完成っていう感じはなくなったと思います。そのように書いたんですけれども、よくねバックの問題ってあって、なるべくねこの講座内でもバックはなるべく書かない方がいいとか、絵にしないようにしないことっていうのを皆さんにお伝えしてきましたけれども、それは難しいからです。バックではなくてですね、この大根が置かれている空間を描くっていう意識で描くと、バックが後ろっていう絵の背景ということではなくてね、空間という形になる。で空間を描くってすごく難しいので、私はこの色を使うことで空間に仕立てていって、空間の中に葉っぱを溶け込ますっていう手法をとって、この本当はもうほとんど描いていない葉っぱを、
空間の中に配置させたと、まあ、そのことで大根の実の方の存在とあの葉の空間っていうのを一つにしようとしたっていう試みですね。あとあのこの大根の白い部分は紙の白です。油絵の場合ですとあの白というのは乗せていくものですけれども、水彩系の場合はあのマイナスの作業なので画面の白をいかに残すかということですね。あの白い花をどうやって描くのですかというような質問を去年ね受けましたけれども、あのそのような場合にも活かせると思いますけれども、白い部分を残しながら周りに空間を作っていく、そうすると白が引き立つというような、そのようなあの技法を使って、まあ、この大根を描きました。まあ、これはねもうクロッキーの範囲を超えて着彩デッサン、もしくはこれでね作品というようなステップを踏んで、同志園のクロッキーの図解を以前見せましたけれども、それが外に広がって作品化していく。だこれは放電なんですね。ですからあの充電がたっぷりできたら放電をするっていう方法も考えるようなことができるようになると思います。だけれども充電をしないうちに放電するのはなるべく避けていきたい。なるべく日々のねクロッキーをしながら、放電する力を作っていくっていうことが大事かなと思います。そのような意味で今2種類の、ハタハタのお魚のデッサンと、大根の図をお見せしました。まあ、このような形でじっくりと時間をかけてもうこれ以上描けないっていうところまで描くっていうのもなかなか面白いんじゃないかなと思います。グレースケールというものがあって、この美術大学の受講生出身の方は私の授業でやりましたけれども、鉛筆を真っ黒、一度でも真っ黒にしたことがある方、そうすると力加減で中ぐらいのトーンが描けるそのようになるってことで、絵も一度もうこれでもかっていう徹底的に描くと今度はクロッキーの良さが分かります。先ほどの図でもね、ちょっともう一度画面を共有しますね。この先ほどの大根、これが最終的な大根ですけど、クロッキーと遜色ないですよね。もうね最初のパッと描いた10分ぐらいで大体ね描きたいことって出ちゃうんですよ。これで3日ぐらいかけてこうなったけれども、クロッキーって重要なところを捉えるっていう、もうほぼ大体描きたいことはもうここで出ていると。ですからね実際に描いたことでクロッキー の重要さっていうのも分かると思いますし、そうしたら毎日またさらっと描くこともやっていくのもいいですし、あとそれに飽きてきたら今度は毎日じっくり描く。そしてね毎日モチーフがあると気になるんですよね。今例えば後ろに今タケノコ立ってますけれども、毎日モチーフがあると描きたくてしょうがなくなってくるんですよ。愛情が増えるわけですね。絵に対する愛が増えてくると描きたくなるので時間を作ろうとします。時間を最初にも冒頭で申しました通り時間というものはないからっていうわけではなくて、ある時間を豊かな時間に変えるためのもの、それがクロッキーであるということで、このクロッキー調の効果、そして毎日すること、そして時にはしっかりと書いてみること、そういうことでこの時間がねより豊かな時間になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもこのような形でこれから始められる方、そしてずっと頑張ってきた方、またもっと突き詰めたいよっていう方はね、実際の対面の授業はできませんが、このような通信講座っていう場を通じて皆さんにそんなことをお伝えしたいなと思います。また次回はね皆さんがこれまでやってきたことを私も知りたいなと思います。まあこれまでね私から一方的にね自分のやってきたことをお見せしましたけれども、皆さんがどのようなことをやってどのように過ごされてきたのか、そんなことも知りたいなと思うので、ぜひ皆さんも描かれた絵を次回はぜひ送っていただきたい。そしてまた2回目の公表会みたいな感じで皆さんの
書かれたクロッキーを通じていろんなお話ができればいいかなと思いますので、皆さんも引き続きクロッキーを楽しまれて日々を豊かにしていただきたいと思います。ではまた次回までよろしくお願いいたします。では東さん、またお願いいたします。はい、ありがとうございます。というわけで、次回は皆さんからまた作品を募集したいと思います。もう何回か出されている方もいらっしゃいますけれども、最近始められたっていう方、ちょうど私、最近ツイッターで親子さんで始められた、4月入ってから始められたっていう方のツイッター追っかけてますよ。ずっと続けていらっしゃいますので、続けて、でもしよろしければそのうち1枚でも美術館の方、本部の方に、どのように、作品を、提出していただくのか書いておきますので、そちら見てぜひ出してみてください。ただたくさんの方最近また登録されてますので、送っていただいて全部お答えできるかどうか分かりませんけれども、少なくとも送っていただいた分は全部三宅さんに見ていただきますので、ぜひどんな感じで進めていらっしゃるのか、ずっとやってらっしゃる方も、それから、最近始めたばっかりの方も、それからさらにもうワンステップアップしたいという方も、皆さん作品をお待ちしてますので、どうぞお送りください。ではそれこそが本当は1周年の、そうですね、なるかなとは思います。では今日はこのぐらいで、また次回11回目でお会いしたいと思います。三宅さん、ありがとうございました。ありがとうございました。